はい、では石倉塾名物両替算をやりたいと思います。お金に関する問題、なぜ名物なんかはまあ、ご想像にお任せしたいと思います。いきます。お前は深く知り先生。はい、いきますよ。もう余計なこと言うな。はい、黙って。はい、太郎くんは海外旅行の資金としてまず最初16万調達しましたと。ね、持ってみたいですね、16万円。持ってみたい。はい。1ポンドが150円の時、資金をできるだけポンドに両替し、はい、150円でポンド交換。で、残りは円ですと。残りは円です。つまりこの時点で16万割ることの150してくださいなと。ね、計算するとですね、6で、900で、久しぶりですね、こんな計算するの。100で、また900で割り切れないと。また166ポンドと、あと何本やったっけ、何本残るのかな。166×150 ですから、1.5 倍ですから、160×150 の1000の、6で、100円だけ残るのか。そうですよ。166ポンドと100円残った状態やねん、今現在な。100円効果残ってます。で、1ポンド目はお金の前にしました。で、最初に440ポンド使いましたと。440ポンド使えるか使えるで。1660か。待って、ごめん。じゃあ、66,000。そうそうそう、66,000。1,999ちゃう。違う。最初からポンドでやっちゃったら。いいやん、別に。どうせならそういうのがいいじゃないですか。うん、1ポンドが150円ですから、1666か。合ってる？間違えて気がする。1,099と思うけど。あ、ちゃんとやりましょう。はい。160000。ね、計算、いつの時でもしっかりしてください。150ですが、今回は、ね、1が立って150の10で1000やな、まずな。1000の99、900。なんで99やねん。だから66円。1066ポンドやな。1066ポンドと100円やろ。ね。でですね、そのうち440ポンド使いましたと。440ポンドはお金を使いました。そして今現在残ってるのが、なんぼや、1666だから、526じゃあ626え、そうやろ。あ、1066ポンドのうち440ポンド使ってから今現在残ってるのが626ポンドと100円なんですよと。で、次に600ポンドを全て、だから今現在26ポンドが残って、600ポンドをユーロに両替したんですよと。ね、で、ユーロっていいの？ユーロっていいの？ユーロ、ユーロいいやで。ユーロってドイツ国？ドイツとかじゃない。ドイツとかユーロや。ユーロやからいいやで。ユーロってヨーロッパ？ヨーロッパやねんか。EU か。うん。で、まあ、今すぐ取って取り目から、はい。で、残りの旅行で700ユーロを使い帰国しました。帰国後残っていたポンドとユーロを円に両替して残ったお金合わせ1万円になりましたと。この時1ユーロは何円だったかを求めなさい。そんな難しい問題でもないですね。まあ、言ったとりあえず100円残ってんねやろ。はい、100円残ってるっていうことは、この時点で残ってるお金っていうのが、ここで残ってるのが26ポンド残ってんねやろ、まず。うん、26ポンドと、26ポンドと、ポンドってさ、600ポンドから700ユーロを引いた残り、これいつの合計が実は9900円だったんですよってこと分かってるわけやねんやろ。だってこれ100円やねんから。はい。ね、この時、ね、1ユーロは何円だったか求めなさい。ただし旅行の間お金を両替するときの比率に関わりなく、両替のときに手数料も発生しません。普通は手数料発生しますからね。また何度両替しても損得はありません。例えば600ポンドを両替したとき9万円になりますが、600ポンドをユーロに両替して、それをさらに円に両替しても9万円になりますということが、とりあえず残っているのが26ポンド残ってんやろ。はい。26ポンドは何円なの？26ポンド。うん、26ポンド何で？26ポンドは、3900円やね。そうそうそう、3900。まずこれが3900円やな。はい、3900円、はい、出ました。はい、3900円残りましたと。で、この時点でここ今4000円残ってます。4000円やな。ということは、この残りが今、26ポンド使いましたから、この残りが今、
600ポンドから700ユーロを引いたお金が何もなの6000円。なんでやねん、4000円が9万6000円残ってて、何も残ってた、あ、6000円か、あ、だから1万円残っててんから、これが6000円やったってことやろ。6万かく、だから600ポンドかく、だから150で、ちゃんと書いたらわかるでしょ。16万あって、全部とりあえずポンド交換しました。1666ポンドです。6000って書いてある。600ポンドやで。6000円やろ、だって6000円やろ、だって6000円やろ、だって、で6000円で600ポンドって何やんの。600ポンドは9000円、え、9万、9万やろ。え、なんで9万やろ、社会人、あ、そっか、俺9万やろ。で9万円っていうことは、これが9万円なんですよってことで、これ6000円、これが8000円、あ、8万4000円ですよってことじゃないの。ってことは700ユーロが8万4000円やって話だろ、ね、で試験の時はこれ、あの、こういうふうになるべく幅広く計算用紙を使って何が残ったのかなって計算したら答えが出る問題じゃないかと思います。広めに書いた方がいいってこと、まあまあ自分の分からん範囲でな。答え8万4000円は700計算したらいいから120じゃないの。あ、1200、うん、っていうふうに、だから1200とかもアホミスな。両替機に関する問題はそうやって、多分もっと簡単にできます。どんな簡単ですの。まずポンド、え、どうやってやったっけ、100円残ってるから、うん、6万6000、うん、間違ってるわ。今これはオーソドックスなやり方だって、先生別にとりあえずパッと見た時にどうやって解いたかって言ったら、大事なことは自分の計算能力は自分が一番知ってるわけやんか。だからあなたたちもさ、ね、自分の計算能力どこになったら潰れるかっていうのが分かってるから、その範囲で計算の順序で書くわけやんか。これやったらポンドとユーロと円しか出てけへんなって考えてるから、先生、ね、最後のことはこれやないから、途中経過のどこを計算したらいいねんなって計算したら出るわけやろ。はい、どうぞ。何、まず1万円残ったってことは、うん、15万円使ってな、はい、15万円使ったってことやから、お15万引く、お6万6000円押したら、うん、8万4000円、8万4000で、うん、素晴らしい、それ割る、正解、うん、そういうことです。そっちの方がいいと思いますね。はい、まあ先生とりあえずも読んで、自分の計算能力がそれぐらいあると思ったからやったわけ、うん、な、まあ、全体的には取れるのそれで、一番賢いのは彼の正解、あの、やり方が一番賢いと思います、はい、間を見るっていうのはね、はい、だから、意味を分からすために、まあ、全解説しましたけど、そういうふうに解いてもらえたらいいと思います。